逆方向に打てる選手っていうのは、アベレージ、安定して残せるようになるじゃないですん、まあ、要するに、まあ、簡単に言うと、このこっち、えー、こっちサイドがピッチャーガードしたときに、こう構えたときに、こっちサイドがピッチャーとしたときに、いいバッターっていうのは、はい、インコース、アウトコースの幅が打てるんじゃなくて、キャッチャーとピッチャーのこの幅、悪い選手っていうのはこの幅でしか打てない、はい、いい選手っていうのは、この幅がどん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 こっちに広がっていく。 前,に前と後ろにこう広がっていく、うんうん、俺の幅が広い選手っていうのが、やっぱり率が残せる選手、当然、ポイントが近くても打てる選手っていうのは、反対方向に遠くに飛ばせる、だから結構ね、インコースの使い、打つ,打つのがうまいとかっていうよりは、縦の幅があの長い選手っていうのはすごくいい選手だと。